今日は資料のの整理の2ヒストグラムについいてて見ていくよまずはヒストグラム何かちょっとイメージをこっちで見ていこう前回の授業では度数分布表見てきたよねある資料つまりデータがあったときに表で整理すると度数分布表になったデータの整理の仕方は一つはこの表にまとめる形があったけどもう一つあったよね。 そう表だけじゃなくてグラフにまとめるやり方があったそこで今日はこのグラフのまとめ方としてヒストグラムについて見ていこうポイントはこっちね今日のテーマはヒストグラムとはヒストグラムイメージしづらいけど一言で言うとこうデータを整理した棒グラフの一つ データを整理した棒グラフの一つ具体的にはこのポイントねヒストグラムはこんな形の棒グラフになってる。で、覚えるべきはここなんだ縦横それぞれ何を表しているかというとこちら横は階級つまり範囲ね横については階級を表している そして縦についてはこれは度数つまり人数や個数を表している縦については度数人数や個数横については階級つまり範囲を表しているこれさえ押さえていけば大丈夫問題見ていくよじゃあ例題一緒に見ていくよ下の表は ある学校の生徒30人の通学時間を度数分布表に表したものである。度数分布表はそうだねこんな形の表で階級つまり範囲と度数人数が書かれている表ね。そしてこの結果からヒストグラムを作成しよう。出てきたよ。今日のポイントヒストグラムだったね。何を作ればいいいかというとうヒストグラムは 棒グラフの一種だったこのヒストグラムは棒グラフの一種だから度数分布表の結果ををに棒グラフを書いていてこうじゃあまず表の読み解きからいくと左に範囲右に人数が入ってて0分から5分未満0分以上5分未満は4人そして5分以上10分未満は9人とそれぞれ書かれているわけだね。 一一つ一つ当ててはめていこうよこのヒストグラムには今日のポイントで確認したように横には階級この縦には人数つまり度数書かれてるからそれを当てはめていくよ。まず0分以上5分未満0分以上5分未満この間には4人いるわけだからそうだね4人ここの線に合わせて こんな形の棒グラフが作れるわけ。ゼロ分以上五分未満の間には四人いるわけだね。続いて五分以上十分未満。五分以上十分未満には九人いるわけだから、九、うん、を探すと、二四六八十。九がないよね。まあでもそんな難しくない。八と十の間に。 9はいるわけだからこの真ん中ぐらいのところで線を引いてあげてそうだねこの範囲に9人いることが分かるから棒グラフをこんな形で作っていけば、OK、同様にして今度は10分以上15分未満10分以上15分未満は12人だから12のところで線を引いてあげてこう。そうだね棒グラフを作ると こんな形の棒グラフができるわけそして今度は最後かな15分,以上20分未満15分以上20分未満には5人いるわけだから54と6の間の5のところで線を引いてあげてこんな形の棒グラフができる。するとこれがヒストグラムになって答えになるよ。 見ると何がわかるかというと、そうだね。どのあたりに人が偏っているか一目瞭然だよね。数字で見ると、うんなんかこのあたりっていうのもわかるはわかるんだけど、目でこうして見た方が、うん山のようにここが高くて、一目で五分から十五分の間に人が偏っているの、すごくよくわかるよね。そして最後にもう一つヒストグラムの注意点付け加えるよ。注意点としては。 ヒストグラムつけるときにはここどこに注意するかというと棒グラフと棒グラフの間はくっつける棒グラフと棒グラフの間はちゃんとくっつけるこれがヒストグラムの注意点ね。続いて練習見ていくよ。下の表は ある学校の生徒30人の通学時間を度数分布表に表したものである。表を見ると度数分布表があってこの値は例題で見たものと同じものだよ。この結果から度数折れ線グラフを作成しよう今回はヒストグラムじゃなくて新しい言葉「度数折れ線グラフ」と出てきたね。折れ線グラフっていうのは小学校で見てきたと思う。こんな形で折れてるような。 ググララフフなんだけど度数折れ線グラフこれ何作ったらいいんだろうね新しい言葉だからこれも追加で覚えておこうでもヒストグラムから作れるんだヒストグラムをまず作った上でここ上の辺の真ん中に点これだけ覚えておけば OK。上の辺の真ん中に点 これだけ覚えておけば度数折れ線グラフ簡単に作れちゃうんだやっていこうかそうだねこんなように例題でヒストグラム作ったそしたらこの棒グラフの上の辺の真ん中に点打っていけば実は度数折れ線グラフの元が作れちゃう上の辺の真ん中に点上の辺の真ん中に点 そしてここでも上の辺の辺まあさらに気をつけるのはここでねないところにも真ん中に点を打っちゃおうそうすると合計で1234566個の点ができてこれをそれぞれ結んでいけば折れ線グラフが完成しちゃう定規を使って結んでいくと一つ一つを結ぶよこの点とこの点。 そしてこの点とこの点さらにはこことここ今度は下がる形でこことここさらにこことここ結んであげるとちゃんと折れ線グラフできたよねこの上の辺の真ん中に点を結んだものが度数折れ線グラフというよヒストグラムと合わせて覚えておこう。 今日のポイントを確認するよヒストグラムとは一言で言うとデータを整理した棒グラフの一つ具体的にはこんな図だったね注意点あったよそれぞれの棒グラフはちゃんとくっつくようにするそして追加で覚えてほしいのは度数折れ線グラフねこの棒グラフの 上の辺の真ん中に点をそれぞれこんな形で取っていってここにもだねこれらを結んであげると度数折れ線グラフを作ることもできたこのポイントをしっかりと押さえておこう。